どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルではですね、どんな方でもあっという間に楽しく音楽ができるよというプログラム満載でお届けしております。音楽始めていきましょう。さあ、本日のテーマソングはですね、キッズと大盛り上がりできる童謡でございます。その曲名タイトルこれです。ドーン、山の音楽家。山の音楽家です。この曲は、私は音楽家、山のコリスって、これのね、なんかちょっと軽快なやつです。めちゃくちゃ楽しいやつ。なんとこの曲、入門コード2個だけ。しかも C と F。これは嬉しいやつです。はい。でもですね、結構、こう、初心者の人にとっては、速度がで、速いとですね、もう慌てちゃうかもしれない。そこは面白く、脳トレ要素も高いんですけどね。まあでも、簡単曲でキッズと盛り上がれる童謡ですから、もりもり歌っていきましょう。ちょっとね、レッスンの前にお知らせです。はい、こちら。今年2023年はね、この今やってるガズレレのね、生誕10周年に当たる年でございます。それを記念しまして、5月に東京、名古屋、大阪でイベント開催。これめちゃくちゃ楽しいイベントなんですけど、東京会場はありがとうございます。チケットもソールドアウトです。でも、名古屋、大阪、名古屋はまだ予約受付中ですよ。この辺のことについて概要欄に、リンク貼っておくんで、ぜひぜひチェックしてくださって、皆さんぜひお越しください。よろしくお願いします。さあ、今日もレッスン入っていこうと思うんですけど、今回はですね、シンプル簡単バージョンだけをゆっくりじっくり、もうキッズと一緒にすぐ盛り上げられるようにしてる簡単アレンジバージョンでやっていこうと思いますので、初心者の方も安心して取り組めますよ。やっていきましょう。さあ、皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルは、今まで音楽やりたいなと思ったけど諦めてました、私不器用ですみたいな方があっという間できちゃう、ものすごく最強プログラムがあります。やってみたいと思った方、概要欄に、ガズレレ YouTube で、どんどんできるプログラムのリンク貼っとくんで、そこでね、もうどんどんステップアップしてボリボリ音楽楽しんじゃいましょう。ガズレレではすでにね、2000曲近くのね、もうレッスン課題曲取り上げております。どうせ練習するなら皆さんの好きな曲でやった方がいいと思うんで、皆さんのやってみたいなと思う曲名スペースガズレレという風に YouTube で検索していただくと結構出てくると思いますんでね。さあ、それではレッスン入っていきましょう。まずはデモ演奏して、その後解説しますね。山の音楽家、簡単バージョンゆっくりとやってみる。 1,2,3 でんでてんでんでん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 でん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 の、はい、わたしゃ私
いかがです。せーの。山の音楽会やってみました。楽しくて愉快な、もうね、山の仲間が全員集合で音楽、楽器奏でるぞと。そういう感じでございますけどもですね、これはキッズと盛り上がっちゃう曲ですね。はい、大きな声で歌いたいやつです。どうでした？結構 C と F ばっかりなんですけど、その C と F の行ったり来たりが結構激しめでしたね。はい。ここがちょっと脳トレ要素があるんですけど、まあ、これね、繰り返しのパターンになってますので、一個のパターンを覚えちゃうと、歌の、ね、歌詞が変わっていくだけということなんで、そこら辺は大丈夫だと思います。ガズレレのレッスン動画は歌詞とコード出てますんで、まずそれでね、ガズレレに合わせて YouTube で練習してもらって、一緒に合わせられるようになったらですね、もう1個目のゴール達成で素晴らしいと思うんですけど、次のステップどんどん行きたいですよね。こういうキッズと歌いたい曲ってやっぱりいずれ覚えちゃってね、キッズと一緒に歌いたいじゃないですか。でもなかなかね、もう最初から丸暗記するの難しいですから、まずは楽譜で練習するのがいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうというふうに思うと思うんですけど、安心してください。今の演奏は、山の音楽家、こんな風にガズムを手書きで書いて、このノートを見ながらやったんですね。で、このノートをですね、もうちょっとしたらこんな風に大きく写そうと思うんですけど、結構今日ボリュームあってですね、これ2枚にわたってです、山の音楽家。すごいでしょ？はい。もうちょっとしたらこんな風にカメラに写してみんなにこれ書いてよっていう風に、シェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、このガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の山の音楽家を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数の能動楽譜の中からね、毎月5曲お選びいただいて、デジタルデータとしてその楽譜を手元にダウンロードしていただき、すぐに練習に入っていけちゃうよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブにはですね、楽譜のダウンロード以外にも楽しいコンテンツ盛りだくさんなんです。まずはですね、毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーが参加できる、ガズオンというですね、オンラインライブセッション大会が毎月2回行われているんですよ。課題曲を見てみんなでワイワイ世界中で盛り上がる、これ最高な体験でございます。そしてね、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあったりとか、皆さんの演奏動画をアップロードできる Facebook の非公開ページ、そこでもいろいろね、スタッフとか僕の、投稿があったりとかしてね、かなり面白いね、村、のオンライン上の村みたいになってますんでね、ぜひ概要欄に貼っておくのでチェックしておいてください。あとこのね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学は今ね、見ていただいている YouTube のメンバーシッププログラムというのを使ってまして、毎月590円で週2回の、毎週2回のライブ配信による濃厚解説レッスン、みんなでチャットでリアルタイムでやりながらやってます。課題とか課題曲を決めてみんなで深掘っていくんですけど、これ大学なのでね、かなりね、深いとこまでやっております。16ビートぐらいができるようになって入ってくれた方が面白いと思いますよ。こっちも概要欄に詳細貼っとくんで見といてください。そしてガズさん、毎朝7時半からラジオ配信やってます。スタンド FM というアプリで、どなたでもいつでも無料で聞ける、めちゃくちゃ役に立ってものすごく楽しい、そしていい話満載のラジオ配信、ガズラジ。皆さんぜひこれも聞いてください。365日やってますよと。はい。今ご紹介したこの3つのコンテンツ概要欄に貼ってあるんで、ぜひ見てみてください。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。山の音楽家、童謡キッズソングでーす。はい、前奏が、ここ、テケデンデンデン、テケデンデンデンっていうメロディーのところですね。で、ここ伸ばすという感じで、ここはちょっとね、こう、切り替え、かわしのところです。で、こっから歌が始まるんですけど、まずこれ1番映しとくけれども、この FC、FC、FC、F。FC、FC、FC、F。この順番はですね、最初初心者でちょっとね、混乱するかもしれないですけどね。まあ、慣れてきたらすぐできると思いますけどね。で、この曲のポイントはここですね。はい。ここの、ダーダーダー、タータータ、これ、キュッ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 、このタイミングね、一回伸ばすのだけですから、1,2,3 伸ばして、1,2,3 伸ばして、はい。ここちょっと動画でちょっとね、マスターできると思います。こういうちょっとね、小技が入るとまたね、演奏会がいきまーす。で、ここも伸ばして、で、これ今一番やったでしょ。これが、つまち、5回繰り返されるだけなんですよ。歌詞が変わってね。一応映しときます。はい、これ1番です。一時停止で書いていってください。これ繰り返しですからね。はい。じゃあこれ2番。歌詞が変わっていく、いきます。今度はね、うさぎさん。1番はですね、リスさんです。2番うさぎさん。で、3番が小鳥さんです。はい。歌詞が違うだけですからね。で、その時はタヌキさんが出てくる。タヌキさんね。ポンポコポンポコ。打楽器登場です。で、最後は、みんなで歌おうぜ。ワイワイ。タタタンタンタンと来るわけでございます。シンプルですね。はい、コードはこれだけです。C と F 嬉しいやつ。これはもうね、あれですよ、もうあれ。
C っつったらもうこれ。C っつったらこれですよ。F っつったらこれです。はい。指立ててくださいね。この C と F でできるっていうのは、素晴らしいです。これは初心者の方はもうすぐできるやつですね。今日ウクレレを習った人でももしかしたらゆっくりやったらできる。そんな曲だと思います。初心者の人はもちろんね、練習していただいて、ちょっとこれ余裕でできる方はぜひこれ誰かにね、この曲でウクレレの楽しさをこうお伝えするのも最高だと思います。この曲歌はね、みんな知ってるでしょうからね。はい、そんな感じでいろんな活用の方法があると思うんですけど、やっぱりね、キッズと盛り上がるには最高。これがいいと思います。はい。で、さっきも今日のね、ワンポイントはやっぱ、ねねでんでんでんでででんでんでん、こう伸ばすとこだと思うんですけど、これもね、きっともうすぐ慣れると思います。で、やっぱり最初、早めにやると、この F と C のね、これがね、順番がね、もう、わけわかんなくなっちゃうと思うので、まず最初は、ゆっくりやる。そうしたらね、大丈夫です。落ち着いてやれば、コード2個ですから、はい、できると思います。まあ、大きい声で、楽しく歌う。体揺らして、リズムをキープする。音楽ってやっぱりね、感情が乗ってる、乗ってないでは全然違いますから、特に弾き語りは歌中心ですからね、キッズたちに、これ、ハートが伝わるように歌う心を込めて練習していってください。はい。いいです。ガズレルではね、こういう童謡とかキッズソングめちゃくちゃ取り上げてるんで、概要欄に他にもね、いっぱいやってるんで、まとまってるね、ホームページの1枚貼っとくんで、他にもいろいろ童謡キッズソングやってみてください。楽しく音楽やっていきましょう。あ、で、さっきもお伝えしたんですけど、このイベントね、5月にイベントですけど、大阪、名古屋、まだチケット予約受け付けております。ぜひ概要欄覗いていってください。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。